今野ノユスケは、日本の男性元プロボクサー。神奈川県川崎市出身。角エビ宝石ボクシングジム所属。元 WBA アジアスーパーライト級王者。中国、上海、WBA アジアスーパーライト級タイトルマッチにて2011年4月27日。後楽園ホールで、石澤一郎とウェルター級4回戦を行い、3回57秒。 tk o 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2012年11月4日、後楽園ホールで行われた第69回東日本新人王トーナメントウェルター級部門決勝で糸山良太と対戦し、5回0から3の判定巻きを喫し東日本新人王の座を逃した。2013年9月2日、後楽園ホールで熊野和義とウェルター級8回戦を行い、 8回0から2の判定負けを喫した。2014年11月18日、高楽園ホールで行われたゴールデンチャイルドボクシングボリューム112で日本ウェルター級10位の藤中修作と6 5 0ラム契約8回戦を行い、8回3から0の判定勝ちを収めた。2015年2月26日、JBC は最新ランキングを発表し、 コンノー、日本ウェルター級10位にランクインした。2015年3月7日、後楽園ホールで日本ミドル級9位の成田衛星とスーパーウェルター級8回戦を行い、8回1から2の判定負けを喫した。2015年11月25日、JBC は最新ランキングを発表し、コンノー、日本ウェルター級8位にランクインした。 2015年12月17日、後楽園ホールで、加藤久志とウェルター級8回戦を行い、6回2分44秒、TKO 価値を収め再起を果たした。2016年5月30日、JBC は最新ランキングを発表し、今を日本ウェルター級5位にランクインした。2016年6月20日、後楽園ホールで、 中山相場と6 5 0ラム契約八回戦を行い、八回三から0の判定勝ちを収めた。2016年11月28日、JBG は最新ランキングを発表し、今度、日本ウェルター級4位にランクインした。2016年12月6日、後楽園ホールで相馬和也とスーパーライト級八回戦を行い、4回1分51秒、 tk o 価値を収めた。2017年2月2日、JBC は最新ランキングを発表し、今度、日本スーパーライト級6位にランクインした。2017年5月29日、JBC は最新ランキングを発表し、今度、日本スーパーライト級1位にランクインした。2017年6月8日、後楽園ホールで行われたダイヤモンドグローブで、 日本スーパーライト級王者の麻生光一と対戦し、10回2分18秒、TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2017年6月29日、JBC は最新ランキングを発表し、上述の麻生戦に敗れ王座獲得に失敗した。今度、日本スーパーライト級4位にランクインした。2017年11月30日、JBC は、 最新ランキングを発表し、今度、日本スーパーライト級5位にランクインした。2017年12月19日、高楽園ホールで行われたスラグフェストで、丸木和也とウェルター級8回戦を行い、5回2分39秒、TKO 価値を収め再起を果たした。2018年1月11日、JBC は最新ランキングを発表し、今度、 日本スーパーライト級5位にランクインした。2018年7月2日、後楽園ホールで行われた、オーバーヒートボクサーズナイト。86で、稲垣隆とスーパーライト級8回戦を行い、6回0分30秒 TKO 勝ちを収めた。2018年12月1日、後楽園ホールで行われた、ダイナミックグローブスラグフェスト7で、 デスティノジャパンとスーパーライト級8回戦を行い、8回判定、3から0勝利を収めた。2019年3月30日、中国、上海で行われた日中戦において、WBA アジアスーパーライト級王者バイシャンボ、ナスウラとのタイトルマッチを行い、11回1分47秒 TKO 勝利を収め、初のタイトル獲得となった。 2019年11月27日、太陽国でスーパーライト級8回戦を行い、幕クサイ,サイシットサイトオンに2回 TKO 勝利を収めた。2020年11月21日、後楽園ホールでアップブフ東洋太平洋スーパーライト級王者の内藤正樹に挑戦するも、9回終了 TKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。 2021年2月2日、自身のツイッターで左目が見えづらくなってしまったことを理由に現役を引退することを発表した。ありがとうございます。